2024年5月に同性パートナーをドナーとする生体腎移植を当院で初めて実施いたしました。今日はそのご報告ということになります。今回その腎移植を受けた患者以下レシピエントというふうに呼びますけれども、と臓器提供者以下ドナーですねは、同性パートナーとして京都市のパートナーシップ宣誓制度に基づき宣誓をし、法律上の夫婦または家族と同様に取り扱う行政サービスを受けていた間柄でした。